ジョシア・レノルズによる、肖像画、1775年作。第4代ホルダーネス伯爵、ロバート・ダーシーは、イギリスの貴族、政治家。1722年1月まで、ダーシー・コンヤーズ教の儀礼称号を使用した。ジョージ・ナップトンによる、肖像画、1751年から1753年頃、頃第3代ホルダーネス伯爵。 ロバート・ダーシーとフレデリカ・ションバーグの次男として、1718年5月17日に生まれ、6月12日に洗礼を受けた。1722年1月20日に父が死去すると、ホルダーネス伯爵の爵位を継承した。ウェストミンスタースクールで教育を受けた後、1732年11月18日に、ケンブリッジ大学トリニティホールに入学した。しかし、 学位を習得した記録はなかったという。1740年にノースライディング・オーブ・ヨークシャー・当館に任命されるのを皮切りに、1741年4月にジョージ2世の進出自重に任命されるなど、多くの官職、宮廷職を務めるようになった。1743年には、ジョージ2世に同伴して、ハノーファーに向かい、デッティンゲンの戦いでも戦場にいたという。 1744年5月にベネツィア共和国駐在大使に任命され10月中旬に着任したがイギリスとベネツィア共和国の外交関係はベネツィアがチャールズ・ジャクシン王を攻流したため1737年に断絶しておりホルダーネスの主な任務は外交関係の再開だったホルダーネスは2年間ほど大使を務め 1746年8月末に帰国した。1749年5月には、デンハーグ駐在全権公使になり、6月初に着任したが、1751年5月に政務に取り組むために召喚され、1751年6月21日に、第4代ベッドフォード公爵ジョン・ラッセルの公認として、ブロードボトム内閣の南部担当国務大臣に就任。 同日に、数密顧問官に任命された。第一次入閣する公爵内閣が成立すると、北部担当国務大臣に転じ、1757年暫定内閣では、南部担当大臣も兼任したが、6月に辞任、その数日後に入閣する公爵が首相に復帰すると、自身も北部担当国務大臣に復帰した。 1761年3月12日に罷免され、第三代ビュート伯爵ジョン・スチュアートが公認となった。その後、1761年9月22日のシャーロット王妃退官式に参加した。ホルダーネス伯爵は国務大臣を罷免される代償として4000ポンドの年金と初代同セット公爵ライオネル・サックビルの死後にご校長官に就任する権利を与えられ、 ドーセット公爵が1765年に死去すると、ホルダーネソ白爵は、約束通り後校長官への就任を果たした。また、1762年12月30日から1765年9月5日まで、ノースライディング・オブ・ヨークシャー首席治安判事を、1763年1月29日から1776年12月18日まで、ヨークシャー副提督を務め、 1771年4月12日には、王太子ジョージとその弟にあたるオスナブリュック司教を、フレデリックの家庭教師に任命された。1778年5月16日に、死去、6月1日に埋葬された。ホルダーネス伯爵の爵位は断絶、ダーシードネース断爵とコンヤーズ断爵と、メルトラ伯爵との爵位は、娘アメリアが継承した。国王から、 ガーター勲章の授与を長らく約束されていたが、結局授与されることはなかった。1743年11月、デンハーグでメアリー・ダブレットと結婚に男1女を設けた。貴族院での議論に参加することは少なく、ホレス・ウォルポールからは何も考えない、議会的でない大臣、赤ん坊政治家と酷評され、英国人名辞典でもホルダーネス伯爵の 政治における地位は、才能ではなく、階級と外国との関係によるものであるとした。オックスフォード英国人名辞典では、入滑する公爵が、ホルダーネス伯爵を国務大臣に任命した、背景には政務をすべて自分の手中に収めるための、作謀であるとし、1759年に二人の関係が決定的に悪化したときもホルダーネス伯爵は、留任したが、 罷免するだけの重要性がないためだったという、ありがとうございます。